はい、どうも、さとちゅんチャンネルでございます。本日も、はい、プー太郎と、YouTube レビュー動画を、撮っていきたいと思います。はい、プーちゃんね、落ち着いて、はい。はい、暴れん坊のプー太郎でございますが、はい、本日はですね、はい、こちらでございます。多機能ファンヒーター。ですね、セラミックファンヒーター、小型省エネ。首振りもすんの。はい、ご提供いただきましたので、これがどのようなものか、ご紹介していきたいと思います。本体はですね、もうすでに開封しまして、しばらくね、使ってみました。なのでですね、ちょっとまあ、単に開封レビューだけじゃなくてね、まあ、ちょっとこう使ってみた使用感レビューなんかも、まあ、合わせてね、やっていきたいと思います。まあ、同梱物に関してはね、まあ、この本体と、あとは、説明書がついておりました。あと、ちゃんとね、日本語に、なっております。ハイプさんも、ぶち切れていますけどもね、今日どうしたんかな。はい。ですね。でですね、まあ、とはいえですね、もう、これ使い方がですね、すごくシンプルで、もう説明書を見なくても、もう結構、使えます。で、あとね、ここに、首振りって書いてあったんですけど、これ本当首振りすんのかな？あ、一応なんか台座がついてる。なんかカチャカチャ動くようになってましたね。あ、知らんかった。今気がつきました。すいません。はい。で、まあ、一応本体の方説明しますと、はい。ここがまあ、通風口っていうの？中にですね、見えますか？このコア。ね、セラミックヒーターが入っているコアがね、こうやって中に入ってます。それから裏側が、これちょっと入れ忘れないでくださいね。こっちがまあ、空気を取り入れる側なんですけど、メインスイッチがね、ここにありますので、はい。これ忘れないようにね。で、定格出力なんかはまあ一応ここにスペックなんか書いてますけども、詳しくは動画説明欄のにね、リンクをこうやってピューっと貼っときますので、はやぷじゃん、はい。そちらからですね、見ていただければいいと思います。で、そっちにはね、最新の価格とか在庫状況なんかもすぐ見れますので、ご覧になってください。はい。で、まあ、電源はですね、この 100V のコンセントから、こうやって取るようなやつになります。で、出力なんですけれども、切り替えができるようになってまして、こう、パワフルな 1000W もできますが、省エネな 500W も選ぶことができます。セラミックヒーターなので、非常にですね、空気がクリーンなんですよ。石油とかを使わないので、空気を汚すことがあまりないです。まあ、こういうふうにね、私まあ、石油ファンヒーターも使っておりますが、これと比べるとね、空気が悪くなりにくいなっていうのと、あとこういうね、ワンちゃんとか猫ちゃんとか飼ってらっしゃる方、ね、あとはちっちゃいお子さんがいる方なんかね、やっぱこういう火を使うと何かこうちょっと不安だなっていうね、方も、まあこれだったらね、安心して使えるんじゃないかなと思います。それからですね、一応ここにこうやってゴム製のハンドルがなぜかついてますけど、これぐにゃぐにゃで結構ぐにゃぐにゃなんですよね。まあ持ち運ぶときなんかはこれがあったらちょっと便利なのかな。はい。で、こうぐにゃぐにゃ持ち、こうやってここにぐにゃぐにゃしてますけども、こうやって畳むこともできます。じゃあちょっとスイッチ入れて、ちょっとこう使ってみましょうか。ね。電源はこれをパチッと言うと、こうやってもうスイッチが入ります。で、最初何秒かは冷たい風が出るんですけど、もう、どれぐらいかな？まだだな。今、徐々に暖かくなってきました。暖かくなってきた。ね、暖かいね、ぷーちゃん。ね、暖かいね。はい。ぷーちゃんもこうやって、書いてますが、これで来たかな？まだだ、まだまだ、まだマックスじゃない。今ちょっとぬるい。あ、来た。今マックスかな？だいたいね、30秒ぐらい。はい。冷えた状態から30秒ぐらいでね、マックスあったかくなります。もう 500W でも結構あったかいんですけども、まあ、1000W にね、切り替えると、さらにあったかさが増します。はい。風量はね、
変更できませんが、暑いね。結構暑いです。今日気温がですね、15度ぐらいあるんで、まあ15度ぐらいだったら500ワットでも十分あったかいんじゃないかなと思います。で、あとはタイマーがですね、まあこれ連続もできますけども、2時間とか4時間とかね、時間設定ここで、はい、ポチッと押せば、タッチパネルでね、こうやって切り替えることができます。はい、パチッとね。で、まあ、このファンヒーターなんですけども、あったかい風だけではなくて、自然風、はい、これもできます。これを切り替えると、ここのね、電気消えまして、セラミックヒーターの部分が停止になります。で、ファンだけが回って、ここにまあ、こう、送風になるんですね。なので、まあ、冬だけじゃなくってね、またあったかい時期、春先とかね、夏になるちょっと前ぐらいとかね、あと秋口とかね、まあ、普通の、まあ、扇風機としても、あったかい時期は使うことができます。はい。なので、まあ、それで多機能ファンヒーターということですね。涼しい風も出るよということで。あとはね、これ何？回転台ってどういうこと？回転台が特に動くようなメカニズムにはなっていないので、まあそれは多分関係ないですからね、やっぱね。これ特にこうスイッチも書いてないですからね。どこにもそれらしいものはないので、多分回りません。なんで、なんだそりゃ。どういうことだ？一応首振りって書いてあるね。首振りって書いてるけど、首は振りません。振りません。あ、適当だね。はい。まあ、ただですね、価格的にも、お手軽、省エネ、クリーン。この冬に、なんか一つね、置いてみてはいかがでしょうか。こういったやつはね。詳しくはね、動画説明欄、非常に価格もお手頃ですので、ご検討していただければと思います。というわけで、サトチューンチャンネルでした。はい、プーさん、また次の動画で、お会いしましょう。バイバーイ。かわいいね、かわいいね、プーちゃん、かわいい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 、プーちゃん、かわいい、かわいいね。